どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーの星かけるです。今回は内定ゼロ就活生座談会というところで、ちょっと旬ダイアリーメンバー内定ゼロ代表の僕とお二人、内定ゼロのお二人に来ていただいて座談会をしていこうと思います。まあ、ちなみに内定ゼロ座談会とか言ってますけど、全然やばくないんですけどね、内定ゼロ自体はと勝手に僕は思ってはいるんですけれども、まあ、今回はまあこの時期っていうところもあって、これからまあ面接始まってったりとか、最終面接っていう方もどんどん増えてきてっていうところで座談会をしていこうと思います。ということで、ちょっと自己紹介の方お願いしてもよろしいですか。川谷さんの方からお願いします。私、公立函館未来大学システム情報科学部4年の小林と申します。私は現在 IT 業界を中心に見ておりまして、中でもソフトウェアの開発を中心に、まあ、絞って、就活を進めております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、立正大学経営学部経営学科4年の坂本と申します。志望業界は主にエンタメ業界を見ていて、他にも IT だったりスポーツが好きなので、スポーツに関係するような企業を見ています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。僕が見ている業界は IT 業界ですね。僕は就職としては SIR とかエンジニアとかを見て就職活動をしています。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちょっと座談会始めていきたいんですけど、皆さんエントリー数ってどのくらいなんですか？エントリー数は今のところ15社くらいで、はい、まあその中でも落ちたところも何個かあるんですけど、まだ ES を作る段階ってのも10社くらいあるって感じですかね。じゃあこれから25社くらいになるっていうところなんですね。そうですね、はい。ちなみになんか落ちた企業どのくらいとか言ってもいいんですか？落ちた企業は7社くらい落ちて、全然通らないなっていう感じですね。すごい、でも 50% くらい通ってるんですね。そうですね。ちなみに小林さんはどうですか？そうですね、私は全部で8社ぐらいで、まあ、ちょっと少なめかなというふうに思うんですけども、うん、その中で落ちたのが、まあ、現在2社ありまして、うんうん、どちらも一次面接で落とされたっていうことなので、まあ、ES は通るんですけど、面接が通らないっていった悩みがあります。その8社、7社8社っていうのはエントリーシートは全部通ってたんですか？そうですね全部ってわけではないんですけども、エントリーシートの通過率は高い方かなっていうふうに思っています。そうなんですね。ちなみにちょっと今大学皆さん4年生ですよね。ちょ、敬語をやめてぶっちゃけでもいいですか？はい、大丈夫。よろしく。はい、で小林はどうなの？その小林さんにしようとか、小林さんどうなの？なんか最近初めて一次面接通過することができて、うん、すごい。で昨日受けた面接も、なんか割と自分の中では自信がある方で、多分これだったら通過できそうだなっていう風に自分の中ではあったから、割と自信にはなってるかなっていう風に。いやでもすごいね。ちなみに僕は今15社ぐらい結局エントリー出して、うん、ES 最初3連敗ぐらい全部落ちたんですけど、うん、その後ちょっと友達に見せたりした結果、本当9割10割ぐらい通りになったから。で面接は、1時とかは2時とかは結構通ったりするんだけど、それこそ志望動機とかになったりとか、うん、あとは最終面接とかでその熱意みたいな、うん、大志望ですっていうのとかがすごい僕苦手で、そこがすごい落とされちゃうっていうのがあるから、そこをどんどん改善しなきゃなとは思ってますね。今第一次内定ブームというか、内定取ってる人が増えてくると思うんだけど、なんか実際に周り増えた？ちょこちょこ言われるかな、内定もらえたとかいうのは。僕の方もちょっと友人が内定1個取ったっていう風に報告受けて、ちょっと焦りを感じているかなっていう。確かに確かに確かに。いや僕もね、ゆかちゃんっていう人とね、おきいちゃんっていう2人、その旬ダイメンバーがいて、その2人はしっかり、ね、泣いていただいてるので、僕もねなかなか焦るんですけど、2人はなんか焦ったりする？直接言われるとうわちょっとやばいかなって思うけど、結局家に帰ったらその焦りなくてみたいな、うんうん、あーそういうことね。その温度差はあるな、ずっと焦ってるってのはないのかもしれない。そうなんだ、そうなんだ。ちなみに小林さんは？僕の方はそう割と焦る方かなと思ってて、周りが取り始めてるから、まあ、その分なんか会社の枠とかもどんどん埋まっていって、募集とか終了してる会社も増えてきてるから、もしかしたらこう入りたかった会社も今年入れなくなるのかなみたいな、そういったところが一番不安に感じているかな。確かに確かに。それは実際どうやって対処してる？
なんか周りより自分っていうか、そんな周りのことばっか気にしても結局別に内定につながるわけじゃないなとか思ってて、うん、確かにね、そうポイントだね、なんかそうそう、さっきから、うん、そこで焦って空回りして、なんか面接落ちて、うん、ES 落ちてってやってる方がむしろ時間がもったいないなみたいな考え方ではあるかな、うん、確かにね、で、なんか今内定もらった人って、うん、その分早期で頑張ってたりしてるから、うんうんうん、自分の甘えがこうこの結果だから、こんな感じで捉えてる。すごいね、成人だね、なんか。そんなことないと思うけど、でも結構大人な考え方してるなっていう、ね、なんか、うん、そんな慌てないかな。いやすごいね、結構僕は焦ってバカにしちゃうけどね、逆に、壁作ったりとかしたけどね、内定もらってる先輩ができたから聞けるじゃんみたいな。確かにね。いやおっしゃる通りだわ。ちなみに小林氏はどうやって対処してる？まあ、俺は、うん、あの行きたい会社に今なんだろう入れなくなるみたいな不安とかもあったんだけど、うんうん、今就活の進め方として、今まだあのいろんな会社説明会とかやってるからそれ聞いたりとかしてる中で、あのこの会社だったら自分のやりたいことできるんだなっていう風に新しい発見っていうのがあるから、まあ、それでまだいろんな会社受けられるみたいな、うん、まあ、それでちょっと焦りは多少なくなるのかな、うん、まだまだいっぱい見て焦りをなくすみたいな。そうだ、ね、まだちょっといっぱい会社あるから、この中であの縁がある会社があったらそこに入りたいなっていうふうに、まあ、そうだね、確かに確かに、鳥さんも言ってて、なんかとりあえずいっぱい受けてみて、なんか練習ついててもいいし、それでいい企業に出会えたらそれはそれでいいしって言ったので、時間が許す限りは頑張ってほしいですね。でちなみにさ、なんかその12月ぐらいから就活やってると、ずっと就活してるわけじゃないですか。うわーって。ってなると、なんか途中で、なんかもうめんどくさいなーってなっちゃったりとか、いやもう一回いいかなって思ったりすると思うんだけど、そこはそんなことはない。めちゃくちゃある。あ、めちゃくちゃあるんだ。めちゃくちゃあって、自分の中で就活やる気ある日とない日の違いってなんか最近つかめてきて、一日のスタートを就活にするとその日結構就活のことやるみたいなことあって、スタートを例えばゲームとかにするとその日がゲームになるっていうのをなんかほんとここ最近つかめてきて、我慢するっていうゲームを。すごい、でも自己分析上手ね、小林さん。どうモチベーションは、そんな1日の中に面接練習だとか企業分析自己分析だとかいろいろ詰め込みすぎると、逆にもうなんか自分の中でいろいろわけわかんなくなっちゃうところもあるから、そんなに1日長時間やったりはせずに、面接練習だったら今日は一次面接の練習だとかを20分30分ぐらいやって、その中での反省点だとか、まあ、短い時間の中での反省点を細かく見つけ出すとかして、それで改善していくみたいな、短期集中型みたいな、うん、真逆だ、うん、結構さっきから真逆だよね。真逆だ、ね、真逆だよね。なんか焦りとかに対しての反応も真逆だなと思ったし、確かにそう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 、聞きたかったのが、なんか面接落ちたりとかしてると思う、まあ、イエスも落ちたりすると思うけど、その時結構萎えたりする？いや、そんなに萎えない。うん、そんな気がしてた。最初からそんな期待してないっていう、期待しすぎると怖いから、何も期待しないで、あ、落ちたんだ、次行こうくらいな感じで、自分の弱みでもあったりするけど、考えすぎちゃうことがなんか弱みで、結構客観的に見る癖があるのかな。そういうことね。あ、だからまあ事実は事実として受け止めて、別に落ち込む必要もないしっていうところで次行こうっていう。うん、そうだね。なんかそんなに自分がすごいと思ってないから、最初から受かるとか、この内容だったら絶対いけるとか思ってないかな。と、その点で言うと小林さんは、自分としては結構、まあ、露骨に落ち込んじゃったりすることはあるかなと思うんだけど、そういう時ってあえてもうすぐ先に面接だとか ES 提出する予定みたいなのを、あの次の会社への予定みたいなの入れといて、なんか落ち込んでる場合じゃないなって言って、もうすぐ切り替えるみたいな。いいね、それ。まあ、そうやってちょっと無理やりって感じになるかもしれないけど、まあ、次に生かすようにはしているかな。めっちゃいいね。なんか小林さんはめちゃくちゃ PDCA 回すね。
だけど改善するね、ちゃんと。面接とかも今でもちょっと自信ない時とかもあるから、うん、なんかこのままだと今年就職浪人とかありえるなみたいな、うん、大学卒業してすぐ働きたいから、うん、もうそのために頑張ろうっていう自分を奮い立たせるっていうか、うん、僕も結構三者三様かなと思ってて、うん、僕は結構しっかり落ち込むから一回落ち込みますね普通に。落ち込んで慰めてもらう、もう本当にオフィスとかで慰めてもらい、飯とか奢ってもらう、飯を奢ってもらうことによってプラマイゼロみたいな気持ちにしてきてますね、僕は今。星さんとかは、うん、旬ダイアリーの仕事もあったりして、なんか就活に手回らないんじゃないかって動画見てて思ったりするんだけど、なんかどうしてんのかなっていう。あ、それはね、めちゃくちゃ寝ないっていう作戦寝ないっていう作戦を使うか、あとは仕事してる感を出すっていう作戦があったりとか、 あとはそもそも別に就活やりますっても言い切る。まあそこはでもね、結局自己責任だからね、自分の中で後悔ないように時間作ってやってます、うん、ちなみにあれ、僕は例えばキーちゃんにさ面接練習頼んだんだけど、うん、とかまあ友人にイエス選択とか頼んだりするんだけど、2人は頼んだりとかする？そうです。そんなに今のとこできてないかな。まあイエスのこととかだったらちょっと時間があればできるけど、面接ってなると結構負担かけちゃうかなって、確かにね、思ったり、なんかそんなに重いポジションやらせるのって思われたらちょっと嫌だかなと思って、そこまで頼めてないかな。じゃ面接練習はしたことない？そうだね、したことない。面接練習おすすめっすよ、意外と。僕もね、面接練習意味ないと思ってたんだけど、意外とありだわって思った。ぶっつけ本番を繰り返せばいけるかなとか思ってたけど、意外とそうでもないのか。いや、ぶっつけ本番繰り返すのめちゃくちゃいいと思ってて、ただなんか今最近が僕結構大事な面接あるから、その前に練習してくれると、うん、今までの本番の経験プラス改めて練習できるから、より自信につながったりとかするよね、うん、やっぱ練習しないと、模擬面接とか友達とかにやってもらって、うん、なんか表情硬いだとかちょっと目線ちっちゃってるみたいな、自分じゃ気づけない部分とかも、まあ、気づかせてくれるきっかけになるから、やっぱり練習はした方がいいかな。友達に頼んでみようかな、じゃあ。いや、ぜひぜひぜひ、僕らに頼んでください、うん、あと頼みます。え、ちなみに小林さんはってことは結構やってる？まあ結構最近になって練習結構重ねてきてって、まあ旬ダイアリーさんとは別のなんか就活サービスがあって、うん、そこのオープンチャットがあって、そこに23卒の学生が集まって、そこであの ES の添削だとか模擬面接を学生同士でやるみたいな、そういったことができる場所なんで、そこであの一緒に面接やってくれる、すいませんかと声かけて、学生同士で面接練習するっていった感じで、どんどん練習してブラッシュアップしているって感じです。すごいね、じゃあめちゃくちゃやってるね。じゃあ初対面の人とやるっていう感じ、うん、あーもうまさにそんな感じ。すごい。だからもう本当に本番想定した感じに近い部分もあるし、まあ、毎回練習する人違うから、まあ、その人によってその質問内容も変わってくるし、面接してて見るポイントとかもいろいろあるから、まあ、いろんな人の目線で自分の、まあ、反省点だとかも見ることもできるから、すごくおすすめかなと思ってます。ちなみに、まあ、もうすぐ5月が始まるんだけど、どういう感じで進めていくとか、どういう感じで頑張っていくっていうのはありますか？5月はやっぱ面接中心かなって思ってて、二次を見てないっていうのがあったから、まず二次を目標というか、もちろん内定目標ではあるんだけど、まず二次に進むっていうのを目標に面接に力入れようかなって思ってるかな。そうだね、なんか一回どっかで二次通ってから本命行きたいね、まあ、俺の場合はその今まで通りのエントリー数だとか、まあ、説明会受けるみたいな、それ今まで通りやっておいて、あとはまあ坂本さんと同じく面接を中心に練習していこうかなと思ってるかな。あの二次面接とかも昨日初めてあの一社受けた点で、まだちょっとそんなに二次面接の経験とかないから、そこの練習を中心に頑張っていきたいなというふうに思います。確かにそうだね。でもこれから二次とかどんどん増えてきたらね、頑張りましょう。なんで僕も二次とかも落とされるし、最終とかも結構落とされがちなところがあるので、最終、まあ今日もあって実は。いや、そう。多分ね、やばかったんですよ。もう、ビジネスされまくって多分落ちたんですけど、
まだいくつか控えているので、ちょっと僕も面接対策して頑張っていこうと思います。自分の場合はなんか面接行く前に納得してる企業というか、本当に心の底から行きたい企業っていうのが全然見つかってないから、そこを一番見つけたいな。目標がないとやっぱ就活頑張れないから、心の底から行きたい企業をちょっと増やすっていう意味でも、もっと説明会とか見ようかなって思ってる今のところは。いや、いいね。なんか僕もこの前までなんかあんまり大手とか受けなくていいかなとか思ったんだけど、なんかもう何も考えずに行きたいとこ全部受けようかなとか思って、この前名前出すけど、なんかマイクロソフトとか、なんか行きたいなと思って出そうと思ったんですよ。そしたら終わってて悲しかったけど、マイクロソフトの次どこだろうって言って、日本だったらじゃあこことかかなみたいなを今受けてて、いい感じに進んでるので、本当にストレッチしていろんな企業受けれたらめちゃくちゃいいかも、ね、ということで、今回内定ゼロ座談会3人でやらせていただいたんですけど、なんか思ったよりね、なんかみんな内定ゼロとはいえ、内定ゼロは悪いことじゃないんですけど悪いことじゃないんだけど、とはいえなんかみんないろいろ考え方があったりとか、まあ、それぞれモチベーションの保ち方があったりで、すごい参考になったので、で話せてよかったです、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ぜひこれから二次面接と最終面接と、まあ、どんどん増えてくると思うんですけど、みんなで一緒に頑張って、第一志望ないしはそれ以外の納得する企業に行けるように一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。せーの、じゃあなー。